ベトナムでその現地の人を採用してチームビルディングかなりハード高いと思ってて、はいはい、ゼロから始まってで5年目には両方足す1000人ぐらい来たので、この状態でもう一個スパをタップやったらどうだろうと、うん、それを一通りやってきたから参考にしてもいいんじゃないかな、はいはい、この C2C マーケットにおいて不可逆だと。はいはい、皆さんこんにちは。今回ですね、ベトナムに来ております。実は隣にいらっしゃるのがソルさんでございます。よろしくお願いします。お願いします。いろんな肩書きがあった、はい、あ、まあ、今もあるかと思うんですけど、はい、今回は C2C プラットフォームの代表としての CEO としてそうですよね。そうです、はいはい、よろしくお願いします。ベトナムホーチミンですよね。そうです、はい、届けたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もちろんね、ツイッターでもやられるし、はい、まあ、業界でもすごい有名人なんで、はい、僕多分お仕事で多分十何年前に一回、その前の前々職ぐらいでお取引させていただいて、ベトナムのオフショアの開発をやられてる会社の社長さんで僕記憶止まってるんですよ、はいはい、でそっからもう目まぐるしくいろいろあるじゃないですか、はいはい、だからソルさんが何者なのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですけど、はい、そうですね、はい、あのちょっと概略からお伝えすると、1982年生まれでして、で、あの元々ビジネスに入りとしては、うん、大学の大学中に今ミラスキャピタルの代表パートナーやってて、あの過去あのエアトリの創業者で代表 CEO やってた吉村秀樹さんっていう方と前にしたんですけど、で彼があの会社立ち上げる時に唯一のメンバーとして私がジョインして、でバルコムって会社を2年ぐらい学生ベンチャーでやってたんですね。でここ2年やって、まあ、外の世界を見てみたいってところで抜けて、まあ、リクルートって会社、はいはいはい、5年9ヶ月お世話になって、うん、でその後にベトナムに行きますと、はい、でベトナムに行き出した縁っていうのは、もともと私家業の方が、うん、ソルテック工業っていう、うん、プラントってちょっとイメージしにくいと思うんですけど、うん、工業用の炉とか、まあ、製鉄所に入る機械とかですね、うん、その化学系の工場に入るような機械みたいなものを、うん、設備を作ったり、でそれを設置工事するっていう事業を父親がやってまして、はいはいはい、でそれを、まあ、あのベトナムに子会社作りたいっていう、まあ、その親御さん、はい、うんうん、そのモントだけがあって、うんうん、で、まあ、実際それを実現するためにあのやってくれないかってオファーが来て、うんうんうん、その時1個だけ条件作ったのが、その、まあ、それでベトナムってその子会社はやりますと、うん、ただその雇われでそこだけやってもつまんないので、うん、あのベトナム行ったら絶対事業何かやりたいことが見つかるから、そこは自己資本でやりたいですと、うんうん、なのであの二足のわらじをやる前提で、うん、2011年にベトナムに移住して、うん、始まりましたと。なるほどなるほど。そこがベトナムに来るまでで、うん、ベトナムに来てからみたいな話を言うと、うん、2011年の5月まで来て5ヶ月ぐらいでやりたいこと決まって、はいはいはい、何かというと、うん、まあでもベトナムって実は東南アジアの中では IT 人材に最も力を入れている国なんですね。うん、これはなかなか面白いなと、うん、しかも初期コストほぼかかんないと、うん、っていうので、そのプラントの授業を立ち上げやりながら、うん、その IT の授業をやろうっていうふうに、ん、決めたのが2015月ですと、はい、で、とはいえもうこのプラントの授業自体の立ち上げで売上ゼロ円から始まって工場を建ててみたいな話なので、あ、ゼロ立ち上げ、ゼロ立ち上げ、はいはいはい、別に取り下げあるとかでもないんで、さすがに現場のマネジメントはともかくとして日本まで営業活動してて仕事を受注してくるっていうのはちょっと現実的に無理だと、うんうん、あのスケジュール上、うん、じゃあどっかパートナー先があれば、うん、あのこの二足のわらじ履けるんじゃないかっていうところで、うん、当時のリクルートの前の、うん、バルコム時代を思い出して、はいはい、ちょうど本当に2011年のゴールデンウィークに、うん、あの電話をして吉野さんに、うん、であのベトナムの IT のオフショアの会社を立ち上げたいと、うんうん、で当時彼がやっとやってたのが分かるので、うん、折半で出資して僕 50% やっとり 50% 出して、うん、まずは初期の実績をやっとりから仕事を出してくれると、これ限界でやると、なるほど、うんうんうん、でかつ、うん、あのこっちで人材 の、まあ、あの採用とかエンゲージメントとか、うん、マネジメントはするんで、うん、受注活動、そのやり取りではこっちでやってますって実績は本当に他社に受注活動していく部分っていうのを、うん、営業リードから視察までの部分をやり取りでやってくれないかと、でそこからクロージングから、受注してそれをあの LTV 伸ばしていくみたいなところをこちら側でやると、うんうん、いうので50、50で、ボラボラちゃんって会社を立ち上げたのが、うん、創業が2011年で会社新設申請が降りたのが2012年みたいな感じです。あ、そうだったんですね、はい、だからあの昔はエボラブルアジアですよね、はい、だからエアトリー社の旧社名ですよね、はい、でソルさんがやってるのもベトナムにエボラブルアジアっていう社名があって、そうです、合弁会社で始まって、うん、でちなみに当時はエアトリーの旧社名はエボラブルアジアの前にもう一個あって、旅キャピタルって呼ばれるんですよ。あ、そうなんですか、はいはいはい、旅キャピタルと僕の個人の折半、うん、出資で、うんうん、
エブラブラジャーの歌詞作るの。エブラブラジャーって社名は実はベトナムしか最初なかったんですよ。あ、そうなんですね。はいはい、で、うん、IPO 前ぐらいに、まあ、社名をエブラブラジャーに、うん、変更したいっていう話があって、うんうん、で当時もうすでにオフショア事業も数億単位ぐらいで利益が出てって人数を、うん、多分500から1000名ぐらいだったんで、いや、なんかすごいの記憶覚えてますよ。なんかソルさんが来て営業で視察特集でやられてて、はい、ね、日系の多分あの大もう IT もだったら大企業ほとんどソルさんのところで開発やってたイメージですよ。そうですね、あの、うん、ヤフーさんも実績ありまして、うん、グリーさんもありますし、うん、DNA さんももちろんありましたし、ドコモさんとかやってましたし、はいはいはい、電通さんも取引ありましたし、はい、なんかあの そんな感じで結構本当になんか短期的にそのもうその時も目指したまさに磯君の話で、うん、プラントのところでもきっちりその領域においては少なくとも日系ではベトナムでナンバーワンと、うん、で、この社開発も同時にナンバーワン取るっていうのを、はいはいはい、でこれが大体5年ぐらいで規模的には、うん、両方大体日系最大規模みたいになることができて、すごいっすね、はい、で結構さらって言ってるんですよ。かなりしんどかったんですけど、うんうんうん、まあ、特に1年目の立ち上げの時とかは両方何もない、売上もゼロ、人材もゼロみたいなところが2個会社始めちゃったんで、うん、なので1年目はもうなんか結構ストレスがありすぎて、しかもなんか、うん、1年目の終わりの最後のもう1年間頑張ったなっていう日に、うん、そのコンソルテックベトナムの工場の金庫が破られて、うん、お金が全部盗まれるみたいな、っていう事件とかもあって、はいはい、なんか1年頑張ってきたことの集大成がこれかみたいな感じで、はいはいはい、そう、しかも両方ともめちゃくちゃなんていうか、まあ、IT の方は言っても初期投資段階なんです、まあ、数百ぐらいの社員ですけど、うん、もう工場の方って5億借り入れしても工場建てちゃってるんで、なるほどなるほど、うん、で、運転資金1億ぐらいあるのが毎月5、600ぐらいかけていくみたいなのがあったんで、うんうん、で、やっとちょっと受注の兆しとか、うん、あのちょこちょこ営業活動してたのが実り出してみたいなところで、で、そっちはそっちで IT も最初の初期の10名のメンバー連れてきてみたいな感じで、うん、日本から連れてきたんですか、20名、あ、20名はこっちで採用して、こっちで、はい、現地の人を、現地の人を、ほう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 、で、ちょっと聞きたいんですけど、はい、そのベトナムでその現地の人を採用してチームビルディングって相当、はい、さらっと言ってるけどかなりハード高いと思ってて、はい、文化も違うし、はい、まあ、言葉も英語が多分通じるとは思うんですけど、はい、相当大変じゃないですか。もともと日本語ができる人に頼った感じのマネジメントにすると同じ能力でその能力もあるみたいになるとやっぱり割高になると思う、うん、なんで基本英語マネジメントを中心に行こうと、うんうん、僕はそもそも海外住んだこと初めてだったんですけど、はい、で別に大学の時は全然専攻的にも語学関係ないんですけど、まあ、とりあえず受験勉強で英語やったので、うんうん、あの思い出せるはずだっていうところで、うんうん、現地行って3ヶ月ぐらいだけ本当になんか中学生とかの机に並ぶと現地の英語スクール行って、はいはい、あとも実践で、あの分かんないことを全部その場で辞書聞いてキャッチアップしてみたいな感じになると、なんか半年ぐらいするとかなり喋れるのでっていう感じで、当時は手間さえ惜しまなければ、うん、募集サイトに100ドルとか200ドルとかバンって出したら、うん、とりあえず100人とか200人ぐらい募集来たマジっすか、はい、当時はすごい。で、エアトリからも一人だけ、うん、その仕事を教える人間みたいなのが来てて、うん、で、プラントの方はプラントの方で、うん、あの本社から出向はゼロで、うん、そもそもリクルートってあのメディアの営業してたんで、はい、スナーっていう、はいはい、そもそも IT 分かんないし、プラントも分かんないっていう両方分かんないですけど、分かんない領域で起業して、はい、で、分かんない場所で分かんない言語でやるっていう、うん、結構分からないことだらけなのに、はい、なぜか2社同時に始めるっていう、結構なんか割とハードなスタートを切ってしまって、はいはいはい、で、やっと2年目3年目ぐらいで花開いてきてっていう感じで、3年目ぐらいとかの結構大きかった勝負は当時2年目で150人まで伸ばしたんですけど、2年目で採用する IT の方のエンジニア150名体制、はい、はいはいはい、でもこのペースでも全然ダメだというので、うん、その年に200名以上採用伸ばして1年で先行投資だと思って、はい、まあ、全然その時の利益そんな出なかったんですけど、はい、もうそれはほぼ採用に全振りして、でそれで3、400名ぐらいまで、うん、あの3年で行くことができて、すごいですね、なんかめちゃくちゃ短期間でめっちゃ伸びてた、そうですね、イメージですもん、で、まあ、気づいたらなので4年目ぐらいですかね、今500名、うん、その IT の授業もなってて、でちゃんとこっちのベトナム、それがベトナムの方も350名ぐらいですかね、うん、にはなってて、ゼロから始まって、で5年目には両方足す1000人ぐらいにしたので、すごいですね。っていうのが2015、6年ぐらいの話。そこからだからオフショア開発と、はい、まあ、二足 の, その、はい、プラント事業をやられていくじゃないですか。はい、で
今めちゃくちゃいろんなことやられてるじゃないですか、はい、そこからどういうふうに事業展開していったのか、はい、そうですね、まず事業で言うと、うん、当時で言うとちょうどその時ぐらいにニワトリ IPO、まあ、当時ブラブラジで社名変えた IPO みたいなところがあって、うん、でこれも結構当時難しかったんですけど、とにかくこのエボラバージョンは私が創業オーナーで立ち上げた会社で、まあ、折半で始まってたんですけど、さすがに50-50の形でエアトレーション 100% 連結をその時取り込みたいっていう事情もあって、うんうんうん、まあ、つまりそのできる限り保有株数を変えずに、うんうん、エアトリ参加にするっていうところ でかつ社名もエボラブラジアに日本もしたいって話があって、はい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 、でこちらも私はなんかエボラブラジアはベトナム発祥で作って、しかも僕が作った名前だったんで、うんうん、まあ、使うのはいいんだけど、なんかエボラブラアジアベトナムとかにするのはちょっと嫌だみたいな、まあそうそうっすね、うんうん、で、うん、いやなんか別にベトナムと日本だから、うん、あの社名一緒でも別に困んないんじゃないみたいな、うん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 、なんで日本のエボラブラジアとベトナムのエボラブラジアって2社できて、うんうんうん、でその半分もその時に、僕が持った持ち分の 1% でエントリー譲渡して 51.49 に比率を変えてたんですよね、うん、ということは醸造企業の子会社にその時もなったそうですね、はい、そもそもじゃあその日本の方のエボラブラジアの株は持たれてたんですか。一部その時エアトリの旧株主から売りが出てたんですよ、はい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 、でその割合でをあの生株で買うみたいな感じで買ったって感じです、うん、で僕は別にエアトリの従業員とかじゃなかったんで、うん、別にストックオプションとかあるわけでもないですし、なるほどなるほど、このじゃあ 49% を将来的にどうするかとか全然考えてなくて、当時、うんうんうんまあ、とにかくなんか、まあ、その時の社長の吉村さんも大石さんも二十歳から知ってる関係で、うんうんうん、もうずっと譲渡したいっていうふうにおっしゃられてたのを、うん、よく覚えてたので、うんまあ、それに寄与できるんだったらまあいいかなっていう感じで、うん、ただこの4級側の持ち主である私が社長をやり続けるっていうのは結構これこだわった条件で、はい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 、でそれはあのエボラブラジア側もそうしようと、うん、それがあの全てのステークホルダーにとって、うん、もう最もこの事業の成長に寄与できると、うん、ただなんかまあ結構本当に東証審査場とかは、うん、いや子会社も社長なのに、なんでその、うん、あのマジョリティ持ってるエボラブラジア、うんまあ、つまりエアトリ側から、うん、社長行かないと、ああなるほどなるほど、はいはいはい、いろんな説明をしてガバナンス的にはちゃんと大丈夫です、合意性を取ってると、うん、いうのでなんとか年がいて、うんうん、で無事エアトリ上場して、エアトリが上場するときに一応僕社会の人間で唯一あの金を払わさせていただいて、はい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 、そのご方便先の社長なんですけど、はいはい、でいうのが何かそのあ東証っていうものを上場するっていうことってこういうことなのかってことを初めて意識しだしたって感じですと、うん、なるほどなるほど、じゃあそこで東証でこう金鳴らすじゃないですか、はい、どういう気持ちだったんですか。その時って、うん、当事者のような当事者じゃないようなって感じ、その時になんかあの PR マルチプルがどうのこうのって言われても、うん、そもそも PR マルチプルって何だったっけみたいなそれって基本的には M&A するか上場するかっていうその資本市場への関わりがなければ時価総額算定に対して の、うん、あのマルチプルの考え方って基本なんかあんまり意識しないじゃないですか、うん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 、それでまあ言っても非上場から持ってた株が一部まあ IPO して、うん、リード性持ったみたいな話で、そのあとも雇いの株がバーッて当てたりもしていて、うん、あなるほど、なんか資本市場の関係ってこういうことなのかっていうのが初めてちょっとなんていうかその教科書的な意味じゃなくて、うんうん、一体感として意識しだしたのが当時で、で、まあ、それとは全く別の文脈 で、そもそもそんなにクライアントワーク好きじゃないんですよ。あ、そうなんですか、はい、で、まあ、5年近くやってきて、うん、で、行くものがあって、もちろんどんどんもっと伸びていくっていうあの絵もあったんですけど、うんうん、これずっとクライアントワークをこのまま一生やっていくっていうのが、うんまあ、自分にとってやっぱりちょっとワクワクしないなっていうのを、うんうんまあ、当時ちょっと感じ始めていて、うんまあ、とはいえ責任両者とも代表してるんで、まあ、責任持って執行するっていうことは思いながら、じゃあなんかこの状態でもう一個スタートアップやったらどうだろうと、なるほど、モニトリやってきたから参考にしてもいいんじゃないかと、どうせやるなら、うんまあ、今やってることの10年後15年後のスケーラビリティの、うん、やっぱり10倍とか20倍、うん、30倍っていうようなスケールをここの時点からもう一回作り直しても狙えるような事業がいいなと思って、でかつ自社のサービスと呼べるものをやろうっていうところで、うん、あの意識し始めて、うん、でアメリカにそのオフショアの営業しに行くのに出張した経験があって、はい、タクシー乗ったのとウーバー乗ったのがそのライドの体験がちょっと違いすぎて、うん、
よ。はい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 、もうウーバー快適すぎてタクシーも二度と乗らないってなったんですね、はい、イエローキャブとか、はい、そうそうそう、まあ、なんかスペアで大変だし、はい、どこにしようかお釣りないとかも言っちゃわれますし、うんうん、なんか道間違えた的なのも起こるし、で英語でそれを伝えなきゃいけないのもめっちゃめんどくさいし、はいはいはい、これはなんか劇的に世の中が変わっている可能性を感じたんですよね、うんうんうん、でとにかくこの C2C マーケットにおいて不可逆だと、はいはいはい、タクシーが Uber に勝つことはもう未来にもないなと思ったんですよね。でこのマーケットすごい面白いなと思って、で最初その時に考え出したのは、なんとか版 Uber やろうと、うんうんうん、ただなんとか版ウーバーを考え出すと、うん、ただやられてないことを探し出すんですけど、うん、まあ変な話はそのウーバーの10分の10ぐらいの、うん、まあ、このマーケット規模、まあ、そのバーティカル市場しかないですよね、うんうん、ですると当時ウーバーが1兆円超えたみたいなことがちょうど数字的に言われ始めて、非常上で1兆円超えたみたいな、じゃあここからウーバーが進んでて10兆円ぐらいの企業の未来になったとしても、うん、10分の1ってことはアッパーが1兆円か、しかもグローバルでやってみたいな、うんうん、ちょっと何か、うん、物足りないなと思ったんですよ。はいはいはい、はい、でどうしようかなと思った時に、うん、なんかあの発想が転換されて、はい、ちょっと待ってよと、多分今世界中でなんとかのウーバー俺は作るぞって言ってるやつ、うん、今この瞬間にいると、うんうんうん、僕常々、ね、クライアントワークで開発してる時にものすごいこれはもう問題だなと思ったことが一つあって、500名とか600名規模ぐらいの開発ラインでも、うん、もう A 社と B 社でめちゃくちゃ似たような仕様を守秘義務があるんで別でスクラッチで作ってるんですよね。あ、はい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 、でオフショアってそもそも何出してるかっていうと、先進国にエンジニア足りない、給与高いだから出すって言ってるんですけど、一方で作り方としては、うん、A と B でめちゃくちゃ似たようなものを同時並行でバラバラに作ってるけど、うん、こんな無駄があるから足りないんじゃないかなってそう思ってたんですよね。なるほど、はい、分かったと。なんとか版 Uber をこれから作ろうという人たちに、うん、僕らはシステムを提供しようと、うん、ただその提供の仕方はこの A と B 同じようなものを別で作るみたいな無駄なことをやめて、うん、共通基盤化するものを先に我々作ってしまおうと、うんうん、でそのバーティカル市場にフィットしなきゃいけない、どうしてもそのスクラッチで書かなきゃいけない部分で改造しようと、うんうん、そうするとこの共通基盤のところは、うん、まあ、100個プロダクトできようが200個できようが、うん、ここの限界コストって、うん、100分の1、200分の1になると。で、この作り方をして、うん、かつ、うん、レベニューシェアにしようと。で、これを100市場で、パラで動かそうと。はい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 、これが実現すると、うん、Uber の10分の1の市場を100個ですると、うん、Uber の10倍の市場を探ることができると。なるほど。事前準備とかも含めて2016ぐらいからやり始めて、うん、でその時は基本は、エブラブラージア社と、うん、ソルテックベトナム社の社長を兼務しながら3社目の C2C 社っていうのを、うん、シンガポール法人として、うん、創業し始めたって感じですね。なるほど、はい、聞きたいんですけど、はい、なんかその C2C のプラットフォームっていうのはもう本当に今すごい理解できたんですよ。で一方でそのもう要は日本じゃなくて世界を見てるってことですよね、そのサービス。そうです。だからいや なんでかというと、はい、日本 の C2C マーケットって、はい、その政府の規制とかで、はい、結構なんかアゲンスト多いじゃないですか、はい、でも一方日本でいうと、はい、こうそれこそベトナムもそうです、シンガポールのグラムとか、はい、まあ、当たり前の世界じゃなくてエアビーとかも、はい、っていうところは そこの日本市場の C2C に対するアゲンスト、はい、法整備 とかはどう考えられるのか、はい、とはいえやれる市場はあって、うん、で僕はその日本市場ってとはいえアジアの中でいうと、うん、めちゃくちゃ良い市場ではあるんですよね、うんうんうん、人口もそれなりにあって GDP もそれなりにあって、うん、でももちろん中国とかもっと GDP 比で出なかったりするんですけど、うん、とはいえ中国こそ本当になんか外資規制が強すぎて、うんうんうん、まさに入っていくのに、ビジネス的なバックグラウンドとして何らか連動できるような中国の社会と、うんうんうん、がないと結構難しいなと思ってて、それを除くとやっぱり日本ってアジアで圧倒的に大きな市場で、うん、まあ、そこに対して自分がそのビジネスを行う上でのハルカルチャーのバックグラウンドだったりとか法の部分に直接的に理解できてるんで、うん、まあ、まずは世界でやるために日本市場を狙おうと。まず日本です、はい、うんうん、っていうのはまあ、フェーズ1みたいな。フェーズ1、はいはい、それってどっちかまだ決めきれなかった、で結果的に東証を選択したっていうこと、はい、一番は、はい、最も地下総額評価を受けやすい状態になるだろうなと思いました。ほほほ、はい、出てた方がいいのか、はい、でもやっぱ日本の時深く掘った方がいいのか、僕らは完全にパラレルできると思ってます。グローバルの相手に供給するのが全然苦手じゃない、むしろやりやすい。今すぐ会社を売却する予定がなくてもぜひサロンに入って
M&A そして IPO を勉強しませんか？将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。